さあ、松原君ですけども、やっぱ安定してるね。いや優勝ないんで、ちょっとうんって感じですけど、だからちょっとね、見た目に一時ほどのね、なんかキレっていうか、こう盤石な感じはしないけど、まあその辺はうまくこなしてるなっていう風に見えるんだけど、まあなんかキレっていうよりもちょっとトルク感を求めすぎて、なんかあんまりそういうこうキュッっていう動きがあんまりできなくなってるかなっていうのはまあ思ってたりはします、ね。まあ、あとは勝ち上がりとかはね、なるべく長い距離でも踏もうかなっていうふうに思ってる節がレースに現れてると思うけど、まあ、練習でもがける距離が結構長くなってるんで、競争でいけるだろうと思ってやるんですけどあんまり変わってないですねでこれね、あの高松山記念杯は、まあ、東西対抗ということで、準決勝までは西は西だけど、はい、ね、どうこの走りやすい走りにくい、まあ、準決勝は走りにくかったです、前回は、はい、でももうこれ開き直らなきゃ仕方ないよね、はい、ね、まあ、決勝は逆にどうなんですかね、半分は西だし、まあ、半分は東だし、そうですよね、プラスワンがどっちに泣くだけで、まあ、味方がやっぱいるかどうかっていうところは大事だと思うんで、ただね、そのなんて言うんでしょう、あの同じレースで準決勝やっぱり味方になると、うん、結構その中で2人っていうのは、まあ、厳しかったりするんで、うん、まあ、準決勝ワンツーできたら決勝戦も楽しみだなって思ったりはするんですけど、まあ、なんとなくね、今はライン戦みたいな形でみんな走ってるから、あの準決勝の組み合わせ次第では決勝戦同じ西でも別戦だったりとかってこともあるだろうし、まあどれくらい上がるかっていうところもあると思いますけどね。ということはやっぱり自分の力を信じてというか、はい、個々の力が必要だってことよね、はい、そういう意味ではさ、松浦の場合は、まあ、普段からそういう競争もやってるし、まあ、人の後ろもうまく走ったりしてるというところで、今回あたりはしっかり、優勝したいです、準備は整ってる、整ってます、ね、やっぱそういうね、自信が大事だと思うのよ。清水に俺いつも言ってるけど自信満々で走れと言ったら、あいつ優勝しますって言うじゃない、はい、結構結果良かったりするじゃない、ね、気持ちの持ち方って大事と思うんだけど、はい、そこらあたりはうまくやれるタイプだよな。まあ僕はまあ、ダービーの時は落ち込みましたけど、さすがに、ね、はい、まあ、そろそろね、まあ、優勝が本人ないっていうぐらいだから優勝したいとこだね。優勝したいです ね、はい、まあ、優勝して、まあ、グランプリっていうのが一番の、ね、選手の目標だろうし、はい、まあ、じゃあ今回しっかりと、はい、なんか今回こういうとこ不安の皆さんに見てほしいとかって特にある？まあ、練習とちょっとレースがどこまでつながるかは分かんないですけど、まあ、練習でかなりスピード出てたんで、まあ、多分タイムとかも出るだろうなっていうふうには思うんで、まあ、上がりタイムとかどうかな、あんま自信ないですけど見てもらえたらなとか思ったり。このバンクはタイム出るんじゃないの？出ます出ますね、はい、ということは高速の争いになりやすいじゃない。そうです ね、 ね、でスピード練習そのためにしたんだろうから、はい、バンクレコードも出したら、バックレコード出るかな厳しい、10秒4とかぐらいじゃない、まあね、3種ぐらいですよね。でもギア倍数から言ったらそれぐらい出てもおかしくないじゃない。そうなんですよね、個人タイムだから、はい、みんなやっぱり軽いギアでそれぐらいついていけたりするんで、多分92とかあったら、多分みんな踏み込ませたら多分それぐらい出ると思うんですよね。だよね、ちゃんと回せたらそれぐらいはいけるはずなんで、あとはね、遠回りしないことよね。そうですね、距離が長くなるとやっぱそれだけタイム出ないから、はい、じゃあ今回そのあたり期待してるから、はい、頑張ります。どっかでバックレコードを出してもらうことを期待しながら見てます、はい、ではファンの皆さんに今回の決意を。はい、しっかり決勝まで勝ち上がって決勝戦優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。いいね、松浦いつも明るくて。ありがとうございます